先頭は間もなく 800m の通過。 800m は2分29秒。1組よりも5秒遅いペースになっております。単純にこのペースのままでゴールいたしますと予想タイムは9分19秒、20秒遅いということであります。全国の参加標準よりも20秒遅いペース。さあ、ここで上がってきましたのは2キロ小林くん。 1000m は3分6秒。気温が暑い中でのレースであります。さあ、先頭はまもなく 1200m の通過であります。3分42秒。9分15秒ペースとややペースが上がっておりますが、このあたりの頑張りであります。自分との戦いであります。さあ、皆さんの声援に後押しされて、選手の皆さん頑張ってください。現在先頭は2キロ小林くん。さあ、先頭はまもなく 1600m の通過であります。5分ちょうど 1600m、 5分ちょうどとなりますと9分23秒ペース。1組よりも10秒遅いペースとなっております。そして第2グループが先頭に合流しそうとなっておりまして、塊となってまいりました。西宿藤本君あたりが現在先頭となっております。先頭はまもなく 2400m の通過であります。6分17秒。2000m の通過は6分17秒。このままのペースでいきますと9分25秒ペース。さあ、そして先頭はまもなく 2400m の通過であります。